めて来た異界のことより、ユーナの気持ちが気になってた。ユーナの両親って仲良さそうでさ、そんなの見たらユーナの気持ちも結婚する方に傾くかも、とかさ。よう、チャップ、すぐお前に会いに来るつもりだったけど、すまん。これからシャキッとすっから勘弁してくれ。ブリッツボールも引退したし、あとはガード一筋だ。お前になんとなく似てるやつが現れてな。そいつと一緒に旅をしてるうちに思った。お前もどこかで生きてるんじゃないかってな。でもやっぱりお前は異界の住人なんだよな。はっきり分かったよなあ。そっちはどうだ。なあ、さっき話したやつにな、お前の剣をやったんだ。いいよね。彼は死んで、私は生きている。ここに来るとよくわかるわね。そろそろ私も人生前向きに考えないとね。何？前向きって何よ？ってね。チャップのことにこだわらないってことじゃないの？チャップには悪いけど、新しい誰かと付き合うとか。なるほど、そういうのもありね。ワッカと付き合うとか。どうしてワッカが出てくるのよ。だって仲いいだろ。仲がいいのとそういうことは全然別ね。ああ、そうなの。そう、覚えておきなさい少年。女の子の気持ちを勘違いして恥かかないようにね。え、覚えとく。私も忘れないようにするわ。さよならチャップ、いつも不機嫌そうだってあんたは言ってたけど、楽しかったよ、とてもね。で、どう？決めたよ。そりゃよかった。で、どっち？10年前、父さんがシンを倒した時のこと思い出したのね。私はベベルにいたんだけど、街中が大騒ぎだった。みんな笑っていて、とっても楽しそうだった。シンを倒すのが一番の明るい話題だよね。あれもこれもなんて欲張っちゃダメだよね。じゃあ戻る？シーモアに返事するんだろ。その前にジェクトさん呼んでみない？え、大丈夫、きっと来ないから。思わないようにするのは思うのと同じことなわけで。ほら、来ない。親父は死んだからここには来ないってことか。きっとどこかで会えるんだよ。でも本当に親父が死んだったら、俺はユーナやスピラの人たちになんて謝れば。いや、どうして俺があいつの代わりに謝るんだよ。最低だな親父。ねえ、どうしてそんなに嫌いなの？いちいち腹が立つんだよなあいつ。あいつのせいで俺と母さんは。母さん出てきちゃった。綺麗な人だね。あれ、母さんは異界送りなんてされなかったのに。生きてる時から死を受け入れていたんだよ。ひどいなそれ。俺いたのにな。あ、ごめん。いいんだ。ああ、なんか俺分かっちゃった。何？親父が嫌いな理由。な、そんで俺ははっきり言ってやったんだ。本当？足りねえだろ。そうだけど。お母さん、ちょっと待っててね。親父がいると母さんは俺の方を見てくれなかった。だから俺は親父が嫌いになっていったんだろうな。親父がいなくなってからさ、母さんはどんどん元気がなくなって。
具合はどうだ？あんたには関係ないだろ。あの人に死なれては俺も困るのでな。母さんが死ぬって言うな。悪かった。近所のおばさんが言ってた。つがいの鳥はどっちかが死んでしまうと残った一羽は後を追うように死んでしまうって。本当にそうなった。俺はますます親父を憎んだ。でも親父本当は。お母さん、ちょっと待っててね。言ってやれよ。またビースか泣くぞ。なんか俺、めちゃくちゃかっこ悪いよな。そんなことないよ。かっこ悪い。どうだ、もうちょっと考えていくか。ううん、大丈夫。あんた、なんかあったの？お待たせしました。シーモア老師に返事をしに行きます。ジスカル様。ジスカル様。迷っているようだな。どうして？ユーナ、送ってやれ。ジスカル様。もうジスカル様じゃない。早く送って差し上げなさい。話は後だ。ここを出るぞ。さっきのどういうことだ？なんでジスカル様が。ジスカル様ほどのお方が送られずに亡くなるなんて。異界送りされたのかもしれないわ。それでもスピラにとどまった。強い、とても強い思いに縛られていたらそういうこともあるらしいわ。反則だよね、それ。まともな死に方をしなかったということだな。私、シーモア様に会ってきますね。ユーナ、ジスカルのことはグアドの問題だ。お前が気にすることはない。あのさ。何？ユーナの結婚のことどう思った？旅を続けるならどちらでもよかったわ。それだけ？ユーナがシーモアを好きかどうかとかは？人はいろんな理由で結婚するわ。どういう意味？あの結婚にはそういう感情は必要ないってこと。シンを倒してスピラの人たちを幸せにしたい。明るいニュースでスピラの人たちを幸せにしたい。ユーナにとってはどっちも同じなのよ。必要なのは自分の覚悟。覚悟があれば感情はなんとかなるでしょう。そうかな。よくわからないっす。あのね、私だってもしユーナが結婚するんだったら。あ、さっきの続き？そう、ユーナが結婚するなら好きな相手として欲しいわよ。だろう？でもユーナが好きな相手と結婚したいって言い出したら私は反対するわ。は？言ってること矛盾してるっすよ。分かってるわよ。あのさ。さっきの続きならもうやめて。なんで？悪かったわ、忘れてちょうだい。ずるいよ。理由はいつかわかる。私はその理由を言葉にしたくない。余計なお世話かもしれないけど、ユーナを好き。